ということで始まりました、まちゅうチャンネルです。はぁ、そこ色味がおかしいよ。色が変な感じだな。はい、まあやりましょう、とりあえず。さあ、受けてきました第352回トイックテストですね。公開テストを受けてまいりまして、まあどうでした、皆さん受けた。僕はあのはしごのフォームでしたけど、あ、そう、フォームがね複数あるんですけど、トイックって4月はすげえ難しいと思ってね、もう終わんないよって思ったんですけど、5月のこの午前のフォームはまあだいぶ楽に終わったかなと思いますね。まあ時計あったんで10何パー待ってたんで、だパート5の問題も全問解き直したし、パート6も全問解き直せたんで、でそれでもだいぶ時間余ってて、ああ楽だなと思ったんですけど、まあそれでも引っ掛けはやっぱりね、結構やらしいのがあって、ああ引っ掛かってる人いるだろうなと思った問題もありました。じゃあそれぞれを言ってみましょうか。パートごとのですね、感想でございます。今回はね、だいぶ狭い会場というか、この詰まってるところなんだよね。これ3人いたしさ、このね、真ん中じゃなかったからよかったんですけど、そしてこの通路挟んで隣もめっちゃ近かったから、なんだこの近いのはって思ったけど、まあできたと思います。ただね、あのまあ鼻声じゃないですか、ずっともう1ヶ月間これですけど、その喉がまだダメで、鼻水と喉がダメで、かなり強い薬飲んでるんで、まあ眠たい状況ではあったんだけど、眠さよりももう咳したくてしょうがなくて、途中やっぱもう止まんないぐらいになりそうで、まあなんとか水飲んでね、はい、そうそう、水今 OK じゃないですか、試験中も。そのおかげでなんとかなりましたが、水飲めなかったらやばかったですね、という試験状況で、やばいと、これで集中できるのかと思ったんだけど、思ったより優しかった。はい、見ていきましょう、それぞれ。パート1ですね、まず。優しかったと思います、今回のパートは。難しい表現がなかったと思いますね。知ってりゃ解けると思うんで、だからやや優しいとしておきますかな。多分大丈夫だと思いますよ。めっちゃ狭いからさ、みんなマークしてる時の音聞こえるからさ、やっぱ悩んでる人そんないなかったんだなっていうのはよく分かった。で、パート2。パート2は、まあ普通かな。うん。まあ後ろの方に変化球が多かったけど、でもまあ、今までのトイックと比べたら優しめの方だと思うぐらいだったんで、まあ普通としておきますね。でも引っかかる人は引っかかってたから、そう、すごい狭いからさ、めっちゃ聞こえんのもみんなのマークしてるの。ああ、違うのにマークしてるとかっていうのも聞こえてきちゃうからさ。という感じでございました。で、パー3、4が、まあ一応普通かややなんとしておきますね。やっぱり場面ですね。場面が分かりづらくなったなーっていう感じだね。うわ、こんな状況出てくんだみたいな。いや、今までそんなのトイック出てこなかったでしょみたいなのが結構出てくるようになってましたね。今回もそんな場面出るんだみたいなのがあったんで、まあちょこっと難しいと感じた人もいるんじゃないかなと思いますね。1問分かんなかった、多分これだろうなと思ったんだけど、うん、パート3の1問どれ言ったってなっちゃいましたね。合ってるかな、分かんない、合ってる自信はないですけど、まあでも状況から考えてこれかなって思ったんだけど、でもそんな状況今までの時出たことない状況だったから、はい、かなり大変だったかな。パート4もやっぱり、何これ、そんな状況今まであったっけみたいなのがあったんで、ちょっと困りました。まあ図表問題に関しては結構簡単にできたんじゃないかなと思いますね。ああ、ただあのやっぱり2つ並んでて、片っぽのヒントだけじゃなくて3つ情報があって、そのうちのどれかが答えのヒントになるっていうのがやっぱ出てきたんで、やっぱ増えてますね、情報はね、という感じでございました。はい、まあ3、4がかなり苦戦した人多いんじゃないかなと思いました。続いてパー5。まあ一応普通としておきますね。まあ分かれんじゃないかな。優しい、難しいっていうのが。どういうことかっていうと、やっぱ構文きちんと取れないといけなくて、構文取れてれば、まあ優しめと感じる人も多いかなと思いますね。逆に構文が苦手な人にとっては、何これっていうふうに思うかもしれません。ちょっと珍しいパターンの問題が多かった気がしますね。まあよくね、この単語とこの単語ってよく問われるのがあるんですよ。で、それがさ、こっちで正解になって、こっちで正解になってってさ、正解になってもう両方出てきたんだけど、あ、両方出てきたって思ったら、パート6でそれらが名詞形になってどっちを選ぶかってなってたね。それがちょっと面白かった。もう同じ系統の問題いくつ出すんだよって思いましたけど。あと俺気づいたのが、パート4の一番最後に言った単語がパート5の1問目の正解だったよ。だからパート4終わるじゃないですか。で、設問が読まれる前にもう東京終わってますから、設問読まれる前にこうもう行くんですよ。さあ、やろうって思って、やったら、あれ?さっき言った単語そのまま答えじゃんって思った。ちょっとね、それが面白かった。続いてパート6は、そうですね、パート6は普通としておきますかね。そんなに難しくもなかった。
ったかな。うん、文挿入もまあ間違えないかな、できると思います。ただ一個場面が思い浮かばない人もいるかなと思います。やっぱり難しい単語がボコボコ入ってはいるので、状況わかんないとできないかなっていうのもあったし、まあトイック受けてればね、何回も何回も最近は出てきてるからわかるだろうけど、昔のトイックにはなかなか出てきてなかったような単語が出てますね。まあまあこのね、反省会6時からありますんで、反省会ライブね、その時にでも多分話題に上がれば話すかなと思いますね。はい、続いてパート7ですね。パート7はまあややなんかな、うん、なんとまではいかないかな。スタートで解きやすい問題は多かった、ノットが多かったね。ノット問題が多いんで、その分ちょっと厄介だったかなと思いますけど、ただ矛盾点があったんでそれは楽だったなと思いますね。いちいち3箇所探さなくても、あ、もうこれが間違ってるって言ってすぐ選べる問題もあったんで、それは良かったかなと思います。まあ僕は研究しなきゃいけないんで、もちろん全部読みましたけど、なかなか一つすごい引っ掛けがあったよね。いやらしい引っ掛けと思ってね、引っ掛かってる人絶対いるだろうなと思います。まあそれも反省会ライブでね、話題に上がるんじゃないかなとちょっと思ってますけどね。あとはこれも多分上がるかもしれないですけど、私の一番嫌いな単語が出ていましたね。この世でもっと、この世で最もだか分かんないけど、ものすごく嫌いな単語が絶対トイックなんかでは出てこないと思ってたのに出てきましたよ。こんなトイックで見かける日がやってくるとは思わなかったですね。スペイン語の単語ですね。テキサスだったんで場面がね、アメリカ英語で登場しましたよ。イギリス英語だと別の単語なんですけど、アメリカ英語ではスペイン語をそのまま使うんですけどね。そう、私の最も嫌いな食べ物ですね。はい、それが単語として出てきたんで、うわって思いました。ほとんどの人は知らないです。どうせアメリカとかでやっぱね、生活してないと聞くことがない単語ですね。サンディエゴではよく聞きましたけど、はい、物語ったりしてちょっと面白かったなと思いました。はい、まあ時間は結構かかってはいなかったかな、そんなに。うん、どんどん貯金が増えてった感じだったんで、今回ね、最初なんか7分ぐらい待ってるだが、8分は待ってる、9分10分っていう風に時計見れたんで、どんどん広がっていって行けたんで、そう、大体いつもはね、時間がなくなっていくんですけど、どんどん余ってる時間が増えていったんで、今回は解きやすかったんじゃないかなと思います。ただね、解きやすいからといって満点が取れるわけでもないので、これがトイックなんですよね。みんな正答率が高かったらね、一問もミスっちゃいけないとかになっちゃったりするんでね。はい、どうだったでしょうか。うん、まあパート7はやっぱ苦戦する人が多いかなと思いますけどね。で、今トイックのコース出ておりますので、はい、清田先生ですね。今回清田先生、トイック申し込み忘れちゃっていないんですけど、反省会ライブですね。はい、宣伝してほしいのいないっていうんですが、はい、トイックのコースが1回の買い切りですね。第1個目は無料で見れますので、はい、そちら見ていただきまして、で、まあよかったら2個目3個目とですね、はい、続きをセットですね、セットで900円になっておりますので、はい、そちらも、ぜひともご興味ある方は見ていただければと思いますんで、よろしくお願いします。はい、ご視聴ありがとうございました。テキポポッチ受けた皆さん本当お疲れ様でした。はい、そこのあなた、ここで離脱しない、今すぐ公式 LINE に登録してお家に帰るまでが遠足ですよ。こちら森哲英語塾ベーシスの公式 LINE になります。この LINE に登録いただきますと、第1にベーシス流勉強法ノウハウ集を無料で全員にプレゼント。こちら TOEIC 800点英検準1級を視野に入れたノウハウ集になっております。第2に、皆さんからの個別メッセージには僕や森哲先生、松原先生、そしてベーシス講師陣から愛を込めて回答がございます。無料勉強相談の場にもなっておりますので、ベーシスをお考えの方もそうでない方もふるってメッセージをください。皆さんからの LINE 楽しみにお待ちしておりますよ。